どうもアニメロンソーダをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、ミルバケソでございます。というわけでですね、今回は、第2子ルカちゃんのね、育児日記ということでね、付けさせていただいております。本日5月3日で1ヶ月30日経ちました。おめでとうございます。パチ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 ということでね、30日経ったんですけれども、かなりね、目元がね、パッチリしてきました。で、声を出すこともしてきましたね。ふんふんってよく喋ります。でね、何よりもね、この足のキック力がすごい。早く歩きたいわ、早く歩きたいわって言ってるらしいですね。おむつの時、一番よくわかりやすいのが泣き方なんですね。おしっこの時は普通の泣き方なんですけれども、うんちの時だけね、ちょっと変わった泣き方をするんですね。なのでこちらをどうぞ。まあこんな感じね、ヒーヒーっていう、あの引き泣きをするんでね、すぐわかるんですね。ルカちゃんの場合はそういう引き泣きをするので、うんちなのかおしっこなのかっていうのがすぐわかりますね。あとは1ヶ月経ってミルクの量がだいたい 100cc ですね、飲むようになりました。 4,5 時間に1回 100cc と、あと母乳を20分ほどね飲みます。ということでね、1ヶ月経った日記でございました。これからもね、なんかまた新しい発見とかありましたら動画にしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ミルバケストがお送りいたしました。もし面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またゲーム実況チャンネルもやってますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。それでは、ミルバケストとじいちゃんでした。じゃあまたね、アデュー、アデュー。おにしりおきよ、アニメロンソーダ、お願いします、じゃあ。